これは長澤まさみさんの、佐藤健くんの一緒に出る映画ですよね。それの話が出てるんですね。ポストセブン、女性セブンか。原作が発表された7年前、作品に折れ込んだ佐藤健は原作者で映画のプロデューサーである川村さんに熱烈な感想を送ったそうですよ。長年親交があるお二人ですが、佐藤健さんは川村さんの小説の中で一番好きだとおっしゃっていたと。だからもうこれ佐藤健くんが推して出来上がったっていう話もところでも過言ではないってことですね。4月になれば彼女はですね、佐藤健や長澤まさみら主要キャストの発表になったもの、あと森七菜ちゃんですか。撮影は2年ほど前から始まり、秋頃には撮り終わっていたと。去年は著作のほとんどが映画化されている川村元気氏だが、今回の映画化には紆余曲折があった。早い段階で映画化の話はありましたが、ボリビアのウユニ塩湖やチェコのプラハ、アイスランドなど原作の舞台が世界中に広がっていて、この世界観を忠実に再現しようとすると海外ロケは必須で、予算も含めてそこが最初の関門でした。さらに時期的にコロナ禍が重なったことで撮影スケジュールを組むのがかなり苦労したようです。そうした要因もあり、原作の発表から7年経って映画化となったようです。でもこの時点でなんか面白そうなんですよね。なんかすごく苦労した映画なんだなっていう。そしてラブストーリーでは過去最大級のスケールと言われる、そうか、それがすごいなと。そうか、佐藤健演じる主人公の精神科医、精神科医なんですね。かつての恋人から手紙が届く。時を同じくして長澤まさみ演じる藤代の婚約者が突然姿を消してしまう。あ、長澤さんは別の、婚約者がいたと。それが姿を消したってことなのね。で、藤代が世界各国を舞台に愛する人の真実の姿を探し求めるという話。佐藤さんと長澤さんが意外にも初共演となります。クランクインもすぐに意気投合していましたね。共通の知人が多く話題も尽きないようです。なんで今まで一緒にならなかったのだろうねと言っていたとか。まあ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 、共通の知り合いは多いでしょうね。東方ですもんね。モネちゃんも東方ですから、長澤さんは大先輩に当たりますからね。実際2人の息がぴったりな様子が目撃されている池袋のロケで、突如現れた2人に道行く人たちが次々と足を止めていた。撮影中は真剣な表情の2人ですが、カットの声がかかると長澤さんが佐藤さんにボディタッチをして、佐藤さんがにこやかに応じていました。それがすごく自然体のやりとりで、まるで本物のカップルみたいでした。そして長澤は佐藤健との共演で新たな刺激を受けたようだ。佐藤健はこの作品に並々ならぬ思いで挑んでいる。佐藤健さんはクランクインよりずいぶん前、脚本会議から関わっていたそうです。より人物像を掘り下げたいという意向のようですが、日本の映画ではなかなか見られないケースだそうです。そんな佐藤さんの凄みを知った長澤さんも触発されて、原作にはない追加要素も受け入れた。なんだろう、原作にはない追加要素って受け入れた、なんかこれはかなり意味深ですね。監督は長澤さん以外では絶対に成立しなかったと絶賛しています。コロナ禍で海外ロケも観光し、限界態勢で2年にわたって撮影、来年の4月になれば壮大なラブストーリーの全容が明らかに。佐藤健くんに触発され、原作にはない追加要素を受け入れた。これはなんか結構なラブシーンって話を言ってるの、なんかそんな雰囲気じゃないですか。これをざーっと読んで思うのは、いや、佐藤健くんはかなり力が入ってんだな、これにはってところですかね。雰囲気的にはなんか世界スケール感は、ラブストーリーのスケール感でファーストラブっぽいのかなーなんていう風に僕は今想像してるんですが、どうなんですか、見比べてみたいですよね、そこら辺はね。ファーストラブもネットフリックスが結構な金額を出してやったので、スケールがね、大きい感じだったじゃないですか。ラストの方なんかは日本じゃないような、あれ北海道で撮ったんですっけ、なんかわかんないですけど、日本じゃない風景を撮れたりとか、金かかってるなーって感じの雰囲気があったんで、こっちは完全にね、海外ロケをバン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 してるっていう話だから、いや、もう完全に映画館で見るべき映画なんだなと思ってるので、ちょっと楽しみですね。これは僕は確実に見に行こうと思ってます。
浦和のパルコで絶対見ようかなと思ってるので、ちょっと楽しみですね。